七不思議の裏不思議七浦どうもよろしくお願いします。やっほー、山に来たかのように元気ですね今日も。最近はですよ、最近は、もうね冬になってきまして、冬になってきましたよ、寒いんじゃないですか。なのにもかかわらずですよ、はい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 、結構寒かったんですけど、おうおう、吉田モーモーがですね、うん、カーディガンで現れたんですよ。もうこの時期着る服ないでしょってね、うん、もっと寒かった日にね、はいはい、お台場で仕事あったんですよ。 ありましたね。お台場ってね、うん、やっぱ海なんで、そうです周りが、そう、まあそのね、風が冷たいんですよ。そうなんですよ。で、あ、珍しくちょっとアウターみたいなの着てきたなと思ったら、うんうんうん、春先の薄のウィンドブレーカーやったんですよ。春を先取りしたわけですもう冬着てないから、まだ、あ、まだ着てないの、着てないから完全なやつは。で、ちょっとあったかい服持ってないんですか。持ってるんですけど、僕ね異様な暑がりなんですよ、はい。で、電車の中と、はい、その外の外気の温度ってものすごいブレがあるじゃないですか。暑いですね電車の中でね、俺汗だくなっちゃうの本当にそうびっくりするぐらいで不快じゃないですかその感じが ね、 いやいや、ね、確かにね。だったらまだ寒い方がいいだろう、ホトトギスで。あ、まだ薄着で来てるわけですよ、三英傑張りに。そうです。だから僕今もこれ撮ってる時半袖なんですけど、全然まだいけるね半袖。本当、うん、いやもうね、思ってるよりも我々年寄りですから、うん、そうですね、体をいたわってあげないと。あ、暑いとか寒いとかのこの寒暖の差で、もう骨とか神経とかやられますからねマジで。あ、骨や神経まで来る。いや来ますから、末梢神経とかね、俺にだって最近ナボリンとか飲んでるからね。ああ、わかる、なんか1日1回で大丈夫ですよっていうキューピーコアゴールドアルファを僕1日2回飲む日ありますからね。あ、摂取してるな。朝晩飲んじゃう日ありますよ。でもあれいいですからね。あれいいです、七不思議必須アイテムとなってますね。ぜひ2人にキューピーコアゴールドアルファを送っていただけると幸いでございます。で、ね、こういうこと言うと、はい、いやいやお二人まだ若いですよ、あ、気持ちの問題ですよ、メンタルですよみたいなコメントいただいたことあるんだけど、はいはい、いやいやきついから、うん、もうねきついんですよ、いろいろきついから、いろいろきついんですよそんなね頑張っていきましょう、今日も投稿会談でございます。投稿会談スーパーチーズです。あ、スーパーチーズさんすごくいつも送ってくださってるイメージ。ありがたいですね。ありがとうございます。本当に今回短い談らしいですね。ほうほう。お酒に酔っ払ったおじいちゃんが聞かせてくれた体験談らしいですね、うん、お酒に酔ったおじいちゃん、うん、父方の祖父おじいちゃんですね、うん、海軍だったんですって。かっこいいですね海軍ね。海軍だったんだ。で終戦になって、うん、島も何もない海の真ん中で、うん、船を引き上げる際に、うん、おーい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 と、すげえ呼ぶな、何人もの男の人の呼び止めるような声が聞こえたそうです、はあ、周りを見渡すが見渡す限り、海が広がっているだけ。その時祖父は、まあ、後ろ髪を引かれる思いで、目をギュッと閉じて、うん、声の主たちにね、うん、心の中で、連れて帰れなくてごめんなさいと、一緒に行けなくてごめんなさいと、謝っていたのだそうです、はいはいはい。戦死した仲間たちの一緒に帰りたいという思いだったのかと思うととても切ないですと。あ、まあ、確かにそうです ね、 ね、海の真ん中ですからね。で祖父から、うん、話を聞けたことは私の誇りでありますと、うん、いつも祖父が酔っ払った時にだけ話をしてくれたのは酔わないと話せなかったのだと思います。なるほど。それでも現状を知ってほしいと本当は戦友をたくさん失って思い出したくない話をしてくれたのだと思うと今でも泣きそうであります、うん、もう祖父は亡くなっておりますが、あの世で戦友たち会いたかった人に再会できていたらいいなと心から思いますと。まあ幻聴にせよ霊障にせよとても切なく不思議なお話でしたといただきました。やっぱね、まあ、こういう本当にね戦争絡みっていうのはね、うん、で特にそういう、まあ、海で、まあ、いわゆる海戦、うん、その海の戦いで亡くなられた方とかそれこそね
自分が全然関係のなかったな太平洋の真ん中だったりとかな全然関係ない海の外国となんかの境目の冷たい海にねとか考えると、まあ、それは多分寂しいだろうなと思いますよ ね日本に帰りたいというか、うん、陸に上がりたいみたいな気持ちはきっとあるんでしょうね。いやおじいちゃんも本当に自分だけごめんなと、仲間ごめんな生き残ったけど一緒に行けなくてごめんなっていう思いがねやっぱあったんでしょう ねだからそういう気持ちをずっと常に持っていた優しいおじいちゃんだからこそ聞こえてしまったかもしれないですからね、うん、ああなるほどね。あの多分その戦友の方からしても、うん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 、まあこいつは分かってくれだろうと、うん、チーズなら分かってくれだろうみたいないやおじいちゃんがチーズで、ね、この方がスーパーチーズ、おじいちゃんがね、まあまあまあそういうね、ねえ、いやなんかやっぱこういうお話っていうのはね考えさせられてしまいますよね。考えさせられますけどね、うん、ありがとうございました。続きましてゾエピーさんです。ゾエピーさん、はい、ありがとうございます。私は今現在飲食店と24時間、うん、営業というか24時間やってる保育園の、保育補助の夜勤と掛け持ちで働いているのですが、24時間やってる保育のところってあるんだ。 ありますその、夜勤やられてる。うわ大変ですね。で保育園の方で最近起きた話を聞いてくださいと、はいはい、うちの保育園はお迎えが深夜や朝方になる子 お泊まりの子の寝かしつけを21時頃から始めますと。あなるほど。入り口とは逆の方向にベランダがあるんですけども、その少し手前にカーテンがあるので、寝るときはそのカーテンを閉めて寝る準備をしますと、はい、あるとき、そのカーテンの真横に寝かせようと2歳児の男の子を連れていくと、ここで寝たくない。あら。なんで嫌なの、うん、だって人が通るもん。人が通る。おう。いや先生はそれは通るよこの辺りは、うんうんうん、私たちも通るからね。先生じゃない先生違う知らない人が通るから嫌。怖っ。いやもうちょっとやめてよみたいなやり取りがあったら怖いね。でもねで固くなにカーテンの横で寝るのを嫌がるので、なんだろう違う場所で寝かせたのですが、うん、今までそんなことを言ったことなかったのに急に言い出したので、うん、とても怖くなりましたと。私たちには見えていない何かがその子には見えているのかなと思ったんですが、まあゾエピーさんねこういうオカルトが好きなんで、うん、この場所がね、はいはいはい、霊道とかでないことを祈るばかりですと。なるほど。はい。で画像をね送っていただいているんですが、このねあー画像パターンだ、ちょっと皆さんにこれをお見せできるかちょっとわからないですが、あそうですね。ちょっと2人は今画像を見ております。ここか、まあ、ねお子さん寝てて、そうですね。あここを通ってんのか、うん、外なんやろね。ね、うん、これはすごいね。ねあなんかね僕もちょっと霊道に関するお話、はい、ちょっと最近聞いたんですけど、ほうほうほう、なんか霊道って、ええ、霊能者の方によってはなんかずらせるらしいですね。ああはい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 、はい、ずらせるらしいんですけど、はい、なんかねその方に聞いたのはね縦にはずらせるけど、はい、横にはずらせないっていうのを聞いた。多分それは能力者の方が、はい、その能力なのかもしれないですけど、はい、なんかそんなようなことをちょっと聞いたりとかもしましたね。うん、ずらせるんですね。だから自分の家がね霊道が通ってて困ってたんだって、うん、なんかそのお話いただいた方からすると、はい、だけど霊能者の人に頼んだら、うん、ずらしましたと、うん、でずらしたけど下にずらしたの、うん、でその人は団地に住んでたから、うん、下の階の人、そう下の階の人がでなんか周りから噂になって、お前の家の下の階すげえお化け出るらしいよみたいな、うちがずらしたからだみたいなお話をいただきました。だけどなんかねその霊能者の人が言うには、うん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 、依頼者に言われてやったから、はい、あのなんつうのずれたところのことは知らないって。あそうなんやえそんなひどい感じって俺思ってそれ聞いて、いやだから自分がね仮に住んでる、いやたまったもんじゃないよ、ね、絶対嫌だ俺で、あんたんちの隣の人が、はいはい、ね冷蔵で、いやちょっとしんどいっすわって霊能者が来て、じゃあなんか隣の家なんか猫の T シャツばっかり気持ち悪いから俺優しいにしてっつっていやずらす理由がひどいだろ猫の T シャツで気持ち悪いからやめろってなんだっつってすごい迷惑ですよね。いやか思いましたね。だから集合住宅の怖さみたいなのはちょっと知りましたね。じゃあ続きまして、はいはい、
桃左衛門さんです。桃左衛門さん、ありがとうございます。短くてオチのない話ですが、20年ほど前の初夏のこと、初夏昼下がりに近所をふらふらと散歩していましたと、うん、すると前から老夫婦のような方々が歩いてこられたのですが、はあ、服装は今の時代にそぐわないくすんだ色の着物、うん、とも まあ、おしゃれな、ね、人がたまにね、うん、着物着たりするんですが、まあまあまあそういうのありますよね。気に留める、ことなくすれ違おうとした時に、うん、かすれた声で呼び取れられましたと。ほうほうほう。申し訳ないのだけど、かすれた声なんでね、はあはい、僕なりのかすれた声、ね、渡部篤郎です。渡部篤郎じゃねえかよ。いや絶対違うでしょ。いやなんで着物着てんのかこれ。いやちょっと申し訳ないんだけどの後の自己紹介も意味が分からない。いや申し訳なくないよ、渡部篤郎なんだから。いや堂々としててくださいよ。そうです、びっくりしましたよね、渡部篤郎さんがね。違いますよ。いやその謎の着物の方がですよ、はいはい、自分以外にね歩く人がいなかったから、うん、ああ私に話しかけてきてんだよなって、ね、まあ、思うよね、思って振り向いたんですって、はい、でまずそこで違和感、振り向いた先には男性の姿だけ、うん、あれおばあさんはと思いましたが、うん、面倒なことが苦手な私はさっさと話を続けるよう即しました、うんうんうん、あこれおばあさんだったんですね最初ね。あなるほどね、老夫婦だ、老夫婦ですよ、はい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 、老夫婦だからおばあさんの方いねえじゃねえかと。ああそういうことか、うん、おじいの方だけやないかと。うんでね、こうどうしたんですかってこうね即したんですって、うん、そしたらどうやらその老人は道に迷っていると。あそうなんだ。でしきりにね、うん、この辺りに井戸を見かけたことはないかっつって、え井戸を見かけたことはないかっつって井戸をね探しとるんですって。なぜでしょうね。で何ですか、近くのお寺にね、はあ、井戸があるよっていうことを伝えてあげたんですって、はあはあ、でそれを聞いたその老人はやたらとその寺までの道案内をせがんでくるんですって、うん、お願いちょっと寺まで案内してよっつって。いやいや、たけしさんみたいな感じになってるけど、たけしさんがなんか寺まで案内してくれって言ってるみたいな感じだったけど。車回してこいよ。いやいや、まさにその通りだけど、そのセリフは。早く寝ろ。いやいや、早く飲みに来てからよ。いやいやいや、車回してこい。いや、寺行きたいんでしょ。タバコ買ってこい。タバコ買ってこいじゃないですよ。ちょっと戻ってください。いたこみたくなってる感じの僕の場合。氷術みたいになって入ってくる、これ今の。どうも。はい。渡部篤郎です。いやいやいや、また違うやつが入ってきた。渡部篤郎です。やばいよこの人も。このようなことを、うん、に人格を疑われますが、気づけば、うん、かれこれ、うん、30分以上もとっ捕まっていたので面倒に感じた私は、うん、大まかな生き方を説明して、はい、強引に帰ったんですって。いやだって用事もあったりするだろうから、まあね、しょうがないでしょ、難しいかもしれないじゃんこれは、しょうがないよ。その後その老人がどうなったかわからないですが、はい、今思うと老夫婦と思ってた方々はこの世に存在していない方々だったように感じますと。なるほどね。というのもその時のビジョンが視覚から出なく全て脳内に浮かぶ景色だったりしたんですって。はい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 、で会話も言葉を耳で聞いたというより脳内に文字として現れて、それが音となって意識の意識下に上ってきたような感覚なのです。やっぱちょっと特殊な感じだったんだ ね。めっちゃ霊感ありますねこの桃左衛門さんね。なるほど、うん、勝手な解釈ですがあれは土地に住まう何かなのかなと感じました。なるほど。やたらと井戸へと誘導していたのは私を連れていくためだったのでしょうか。怖いですね。どうなんでしょうね。うん、井戸を探している、だからなんかイメージで言うとね、うん、水がイコールのイメージがありますから、例えばなんか戦死した方が、水分を求めてというか水を求めて井戸を探すってなんとなく分かるんですけど、うん、でも老夫婦でね、見た目普通の、うん、なんだろうな、お召し物とかを着てらっしゃる方が井戸を探す、何でしょうね、何だろうなって思う、ね、小さなメダル探してたんですかね。いやたまに落ちてるけど。じゃあ井戸の中に王がいる、ね、シリーズもあったからね、はいはいはい、なんかこれ多分井戸からちょっと下がってったら、あの雷の杖があるんじゃないですか。いやそれはスーの話だから。ドラゴンクエスト3のスーの村で喋る馬エドが教えてくれる情報に従うとね、雷の杖あるから。違います。うん私は喋る馬のエドってはっきり言いますからね。そうですね、あれはすごいですよ。桃左衛門さんすげえ、ありがとうございます。すごいお話でした。でもね、俺ちょっと似たようなことありますからね。あら、俺だからめちゃくちゃその多感な時期って、うん、歩いてるでしょ街。
街歩いてる、街歩いてたら、うん、頭にねジョジョみたいな文字が浮かぶんですよ。おすごっ、ゴゴゴゴゴゴゴとか、あのもうジョジョのね文字あるじゃないですか、雰囲気の文字、あれで、ああ腹立つなーとか、こう人がこう人のいわゆる思い思念みたいなのがってきたことがね結構あったりして、すごく疲れるじゃないですか。だから俺本当に嫌だったんですよ、その若い時みたいなね。人が思ってることがなんか顔で感じるとか肌で感じるとかよくありますけど、実際に頭の中に入ってきちゃうとすごい嫌だよね、それはね。続きまして、はいはい、こんにちは、ドルネーです。ドルネーだ、ドルネーですよ。すごいですよドルネーは。曽祖母のことで思い出したのでお話ししますと。よろしくお願いします。曽祖母は去年93歳、ああ長生き、亡くなる1週間前に病院で先生からあと1週間ですと宣告を受けた後のお話です。それまでは曽祖母は寝たきりではあったけども、うん、病院に連れてはいける状態で、うん、意識もあってちょっとした会話はできましたと、はいはい、その5日後いよいよダメかもと連絡を受けた私は曽祖母に会いに行きました、うん、うつらうつらと寝ているだけの曽祖母を見て悲しくはありましたが、うん、これで楽になれるのかなと、ね、いろいろ複雑な思いに駆られていました、うん、そしてリビングにいる時に急に曽祖母の大きな声が聞こえてきました。あら、今まで意識があるかどうかわからない状態、うん、何かあったに違いないと慌てて曽祖母の部屋に行ってみると、うん、なんと大きな声で歌っていました。え、歌ってたの、うんうん、びっくりしてどうしたのと声をかけると曽祖母がね、うん、こんな感じで歌ってるんですって。これどんなリズムか分かんないですけど、あ、見ろみんな来てる、踊ってるな、楽しいな、で亡くなった家族の名前、例えば、うん、太郎にしときますね、うん、太郎もいるな、久しぶりだなって歌ってるんですって、すげえ、めちゃめちゃびっくりする。ずっとそういう風なことを歌ってるんです、もちろん誰もいるはずもなく私には見えない何かがその曽祖母には見えているようです。はで、ぞっとして慌てて、母親呼ぶと、あ、お迎えが来たんだね、しょうがないよ、そっとしておこうと言われたので見守ることしかできませんでした。翌日曽祖母は旅立っていきました。は、曽祖母には何が見えていたのでしょうか、本当にお迎えだったのかなと今でもとても不思議です。これは珍しいお話ですね、うん、まあ、その亡くなる寸前に何かを見るっていうのはまあ聞きますけど、歌っていたっていうのが ねどんなメロディーだったんだろうとか気になるよね。ものすごい気になりますね。見ろみんな来てる、見ろみんな来てる、踊ってるな、楽しいな、みーろみんな来てる、なんで僕たちの失敗やねん踊ってるな、楽しいな、主題歌やった、ね、最後桜井幸子と真田広之が小指に赤い糸を巻いてこれで離れなくなったねじゃないんですよ違うんですよ、まあ、僕が本当の失敗でした選曲失敗しました違うんですよ、もっと明るい感じなんだろうね、明るい曲ですよ、見ろみんな来てる踊ってるな、いやいや笑うだろ、もう楽しい、笑うだろそのおばあちゃん、太郎もいるな、久しぶりだなですよいや笑うよもうこれ絶対なんでオンリーユー君と夏の日をそうだったんだ今、いやそうですよ、チューブ先生です、ベースそこだったんだねこれもういろいろ遊びたくなっちゃうな、こういうの来るとな、でも楽しい感じで言ってたわけでしょ、見ろみんな来ているいや負けないで、踊ってるな、楽しいな、いやいや迎えに来とるやつらもう亡くなっとんねん勇気づけなくていいですから、どんなに離れていても心はそばにいるわの、ね、負けないでですからね、ありがとうございました、すごいというか、ドルネ、ドルネありがとうございます、本当に、はい、遊べましたしね助かりました ね、そろそろ最後ですかね、はいはいはい、じゃあ行きましょう、うん、ヤスインコさんです、ヤスインコさん、はい、ありがとうございます、はじめまして、あ、はじめまして、はじめまして、はじめまして、お二人よりちょっと年上です、お、先日 YouTube の生不思議ボリューム128で、ノブさんが話されていた投稿会談に、ホッケさんに肝試しに行った話、あったあった、ホッケさん、はい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 、ホッケさんで友人がおかしくなって怖かったというお話、うん、実は私もそこに行ったことがあるのを思い出したのでメールしました。あら、そうなんですね、先に言っておきます、うん、申し訳ありませんが怖くはありません、思い込みです。なんだこれ、はっきりと振りかな、断定してますね自分で、15年ほど前、うん、階段好きの私を婚約中の彼が、うん、ここが地元で有名な心霊スポットなんだよ、うん、
と言って連れて行ってくれたのがホッケさんでした。でも私は怖い話は好きやけど怖い体験絶対にしたくない派なので、行くとしても、まあね、昼間に観光として行こうよと。はいはいはい、はい、ぼやかした感じのね、うん、楽しみ方ね。で、山の中の、うん、そのホッケさん、昔行った青森県の恐山と同じような、うまく言葉にはできないけども私には静かで、うん、正常な空気に感じたんです、うん、なるほど。でホッケさん、水子供養が有名だったようで大量の風車、風車ね、はいはい、やサイの河原など、はい、荘厳な景色が見られました。なるほど。厳かな気持ちになっていた私は急にハッとして、うん、ここで祈ろうと思い立ったんですって、うんうんうん、というのもとても若い頃私には産んであげられなかった子供がおり、うん、誰にも言えず罪悪感と喪失感を抱えており、婚約した彼にも結婚しても子供が産めるかわからないわと、うん、ネガティブ発言もしていたところだったのですと、うん、なるほどね。私は観光しているふりをして、うん、ここにいるかもしれないたくさんの子供たちの幸せをただただ祈りました、うん、もう大丈夫なんだよ、天国に行ってね、いっぱい遊んでね、幸せになってね、かわいいね、いい子だねと、うん、今まではひたすら自分を責めて謝るばかりの自己憐憫だった私が、うんうん、なぜか人を褒めたり幸せを願うことがその場所で初めてできましたと。なるほど。神聖な場所がそうさせたのかもしれません、うん、彼は反応の薄い私にがっかりしたかもしれませんが、私は怖がったりそういったことではなく清々しい気持ちになって帰りましたと。本当に関係ないと思うのですが、実はその、ね、手術をした後から生理痛がとてもひどくて、うん、長年つらかったのがそのホッケさんに行った直後から、うん、全く嘘のように生理痛がなくなりましたと。マジか。徐々にではなく、ああ、もう行ったその次の生理の時からなくなったんですって。すごい偶然と呼ぶには。これが私にとっては夢のような不思議体験です。ホッケさんに言っておかしくなってしまった悲しい過去のトラウマを持った A 君のその話ですね。僕のね、話の A 君の幸せも心から願っていますと。ありがとうございましたということでいただきましたけど。なるほどね。まあ、確かこれ生不思議でね、ノブさんがやった話は僕もちょっと覚えていましたけど、おかしなったやつね、怖かったですけども、と同時に、うん、なんだろうね、安彦さんのパターンの場合はなんだろうね、今までの自分の思い、まあ、そういう食材の気持ちみたいなのをそこで、自然と湧き上がってきて、そうね、他の人が行くと取り込まれてしまうような、うん、ちょっとその良くない場所も、うん、ある人が行ったら何かうまくいい方向に作用するってことがあるらしいんですよ、うんうん、だからそのパターンで良かったですよね。いや、すごいよね。だから本当にそういうふうに思いたい、なんかそういうふうに祈ろうと思ったのも、まあ、多分なんかなんだろうね、自然とそうなったんだろうし、うん、でそれ結果ね、まあまあ、だからこれをね、自分の中でのなんだ、こういうことをしたからこういうふうに治ったっていうのはね、うん、結びつきはできるわけですけど、でも本当に次から急にそう今までの痛みっていうのがなくなったりしたっていうのはね、すごいですね。これすごいですね。いや、安彦さん、ありがとう、ありがとうございましたみたいな感じ、すごい、今日もいろんなバリエーションのあるお話いただきました。さっきのドルネーの話のさ、このミロみんな来てる、あ、歌、ね、一番いい歌どれか発掘したいですね。何が合うんだろうな、歌詞はね、ミロみんな来てる、踊ってるな、楽しいな、まるまる、亡くなったシーンとかね、もういるな、久しぶりだなっていう、これに合う曲を考えましょう、みんなで。ミロみんな聞いてる、なんだこの、踊ってるな、楽しいな、なんだこの歌、太郎もいるな、久しぶりだな。今何の歌、壊れるほどは。ああ、それで言ったのかよ。なんでシャムシェードでやったんだよ。だろうな。ミロみんな聞いてる、踊ってるな、楽しいな、太郎もいるな。ゼロ。レディナビゲーションか。レディナビゲーションやないか、それ。忘れないで。あ、ブローインだ今の。ブローインやった。ブローインだった。あ、レディナビゲーションじゃないわ。そうそうそう。ブローインですね。いや、ということで、ちょっといろいろごめんなさい、楽しませていただきましたけども、ありがとうございます。これからも投稿会談よろしくお願いします。はい、以上でございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。